言葉の中の温かさ、緑岡中学校3年大豊棚、あなたは言葉の温かさを感じたことがありますか？私たちは普段たくさんの言葉を発しながら生活しています。言葉は人間が気持ちや状況をいち早く伝えることのできる手段の一つであるとともに、 SNS などと異なり一瞬で儚く消えてしまうものでもあります。そんな儚く消えてしまう言葉の中にも、人の心や気持ちのように温かさを感じられると思います。そもそも私が言葉の中に温かさがあると考えたのは理由があります。祖父と祖母との関わりです。私の家のすぐ近くに祖父と祖母の家があり、毎朝そこへ寄ってから学校へと向かいます。私が学校へ向かう時間になると、祖父が待っていてくれて、おはよう、行ってくるね、そんなたわいもない言葉を交わします。晴れの日も雨の日も雪の日も、体の芯から冷えるような寒い朝でも、祖父のおはようという優しい言葉で自然と心が温かくなっていきます。日頃の習慣であっても、私に伝わる祖父の言葉の中の優しさや愛情、つまりそれは言葉の中の温かい気持ちなのではないでしょうか。心の中の温かい気持ちは言葉となって人に伝えることができるのです。さらに祖母との関わりでも言葉の温かさを感じることがあります。放課後家に帰る前にも、祖父と祖母の家の玄関により大きな声でただいまと声を出します。それに対し祖母も私に負けまいと大きな声でおかえりと言ってくれます。祖母は夜ご飯の支度をしているので顔はお互い見えません。私は顔が見えずとも言葉と言葉のつながりを感じます。元気な声で言えば相手も元気な声で返してくれる。祖母の元気な声を聞くと自然と安心感を得ています。人々の心と心で言葉のサイクルが回っているのだと思います。他の場面では、例えば誰かが物事に失敗してしまい落ち込んでいるとき、頑張ったよ、大丈夫だよと声をかけると、相手が落ち着いて元気を取り戻してくれることがあると思います。これも言葉の温かさによる効果ではないでしょうか。自分の心の中の温かい気持ちが相手に伝わったからこその結果だと思います。祖父や祖母、身近な人々から日々受けているであろう温かさのある言葉、これからは自分自身が使いこなせるようにしていきたいです。ではどのように使いこなすべきなのか、ただおはようではなく、おはよう、こんにちは、ありがとう、一つ一つはっきりと発音し、心の内側の気持ちも込めることが大切だと考えます。自分の発する言葉に責任を持ちながら、明るく前向きな気持ちで生活していれば、自然と自分の心の気持ちが言葉となって現れていくと思います。私もそういう人間となりたい。まだまだ良くない言葉を使ってしまったり反抗してしまう時も多々あるけれど、中学3年生としての自覚を持ち、大人への第一歩として温かさのある言葉遣いができるように努力していきます。この広い世界がたくさんの温かさのある言葉であふれ、それにより一人でも多くの人が救われますように。